任長寺は、大阪府茨城市大技任長寺にある高野山、新温州の寺院。三号は、上野山。現在は、寿命院とも称する。本尊は、薬師如来。龍王山の麓に位置する。また、龍王山と任長寺は、大阪緑の百選に選出されている。本堂東には、陳述者である八所神社がある。寺によれば、武天皇の時代に、 行記が創建したという、説明書図へには、改正王子が創建したと書かれている。いずれも、史実とは考えられておらず、勝ツ寺三世衝動商人の弟子三清氏が、国家鎮黙のため、851年に回帰したという、説が有力である。当時は、神峰山寺と称した。860年9月20日に、聖和天皇より、任朝寺の神号を贈られ、 直眼寺となった。鎌倉時代に、仁和寺の支配を受け、南北朝時代の頃に、本堂が戦火に巻き込まれ消失したと伝わる。英六の頃には、織田信長から保護を受けたが、キリスト教伝播の影響で寺院は焼かれ、キリシタン大名の高山魂に寺料を没収された。寛永の頃、石橋委員坂村が中高を図った。後に、領主で、 名庁奉行として知られた江戸幕府旗元、小田切忠年の支援もあったが、再び後輩した。以上のように、前世紀には二十三もの寺坊を有し、勝尾寺や上っぽ山寺などと並び山岳修行の聖地として知られる大寺院だったが聖水を繰り返し、神院の一つであった寿命院が現在の忍城寺として残っている。五輪塔。ありがとうございます。